来た。開きましたね。お、危ない危ない。はい、洞窟、洞窟に突き当たりました。この音何？アップデートされていて、ちょっとそれからアップデート後やっていなかったので。はい、ゾンビ肉手に入れましたね。モンスターハンターの称号も得ましたね。そう、アップデートの後やってないので、なんか新しい敵だったりしたら、もしくは僕がまだ遭遇したことのない敵だったらあれなんですが、何なんですかね、あの音ね。お、鉄がありました。僕ね、ありがたいことにですね、ゲームをあまりしないという人もですね、見てくださっていて、しないけど見るといった感じで、だからもしかしたら、まあこの有名なマインクラフトなんですが、こう皆さんが知っていることも知らない可能性もあるのでね、割と説明しながらやっていきたいんですが、まあ、知っている方、おーおー、雲が来た雲が来た。ちょっとね、剣を作ってないんで戦いにくい。もう早速剣、鉄を作ったらすぐにでも剣を作らないとね。ちょっと段差があるんで、こっちには来れないんじゃないかなと。あ、下に落ちちゃった。どうしよう。お、ここいいですね。さあ、貴重な鉄を、今のところ貴重な鉄を。この音がすごい怖いんだけど、僕このね、この音声の敵に出くわしたことがない。おこれは村人のゾンビだけど、なんでこんなところにいるんだ。あのね、顔の違う、顔の、鼻のついている顔のね。あ、雲がいる。あ、倒した。まずいまずいまずい。お、よかった。あ、もうゾンビが、ゾンビが。さっきのね、顔の違うゾンビは、村人が、村人がいるんですが、村人がゾンビになってしまった、ゾンビ感染してしまったタイプのゾンビなので、で、まれにね、スポーンするらしいので、地下に行ったから多分ランダムで出たやつだとは思うんですけれど。さ、リンゴを食べました。これで回復すると思います。はい、これと入れ替えよっか。はい、じゃあ鉄鉱石を焼いていきましょう。この間に松明を作って、14本じゃ心もとないね。ちょっとね、最初はね、小出しにやっていきますけど、さあ、チェストももう作ろうかな。とりあえず、いらないもの入れておきましょうか。鉄ができたので、もう音がずっとしますよね。
あ、しまった。1個しかない。僕は基本的に、マイニングをずーっとずーっとやってたんですよ。で、僕ね、鉱石が好きなんですね。まあ、キャンプの動画も見ていただけた方は、いると思いますけど、見てない方はぜひ見てください。目の鳥にね、行っていましたけども、もう石ころが落ちてるとね、何か鉱石がないかとか、見てしまうんですが、その、冬場とか、鉱石が取りに行けない季節なんかはね、マインクラフトをやって、ゲームの中で、お宝探しをね、していました。どうしようかな。先に、これと、4つか。とりあえず木はまだあるから、もう一個、つるはしを作って、はい、こんな感じで。はい。で、あ、夜になってきたね。寝ますか。寝ましょう。それでね、この、僕の ID なんですが、シャロアイトっていう、鉱石が、あ、あんなところに、あんなところに誰かいますよ。こんにちは。こんにちは。これね、目さえ合わさなければ、何気に、いろいろ運んでって面白い。なんて言ったの置いときましょう。まだもしかしたら殺されてしまうかもしれないんで、まだ防具とかがねできてないんで、防具ができてきたらどんどんねエンダーマンを倒してね、エンダーパールをね奪っていってねっていうね、どうしていきたいんですか。さて、あ、痛い。あ、やられてしまった。結構ゾンビがいますね。どうしようかな。僕はですね、右側にこうつけていって、こう右側にずっとつけていくタイプなんですが、で帰り道は左側に、松明が来るようにするして迷わないようにねするという使い方を皆さんしてると思うんですが、僕は右に置くタイプです。たまに石のつるはしも使いながらケチケチコースで、あ、こんな下にあるね、下にどうしようか。一応水は置いときます。閉じないで。音がしてますね。まあ夏場なんでね、ちょっと怖い要素もあった方がマインクラフト怖いね要素も結構あるんで、エンダーマンと戦うときは本当、最初はめちゃめちゃ怖かったですね。もう、わーわー言いながら逃げまとってましたけど。虫にかけたりしたらね、結構、怖
怖いですよね。特にあのすごい遠くまで出かけてて、ダイヤモンドをいっぱい持ってる時なんかあるのね、もう絶対に死んではいけないという。僕も結構な回数で殺されてます。殺されてるというか、多分溶岩ダイブとかねが多いんじゃないかなと思うんですが、さあそろそろ一旦また帰る。いやでもなんかまだまだいけるね。ああこの下も続いてる。うわー危なかったね今ね。いやこれ取りたいんだけど、足場を作って、貴重な鉄を、あ溶岩が流れてる。あ下に落ちたね。あ鉄が下に落ちちゃった。どうしようか、掘って落ちるのも嫌なんで開けていきましょうか。で一応ここにつけて、怖いねこれね。どういう感じで来たんだ。あそこにちょっと待って、あ痛い痛い痛い、こっちから来たね。どうしよう、来た来た、まずい、死ぬ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 、危ない、あ危なかった、あ危なかった、こんなに減ってたんだね。いや話すのに夢中になって見てなかったね。まずいまずい、これどうしよう。ここを下にして、こっちにも行く道があるし、あ、落ちたんだね。はい。はい、ここにも鉄がありました。結構取れたかな？何個ぐらい取れた今？あ、12個か。鉄が12個分、あ、13個取れました。で、ちょっともうちょっと先。あ、ここにもあるね。さあ、取っていきましょう。コウモリいっぱいいる、ここ。見て !1、2、3、4、5、6匹。こんなにコウモリたくさんいたの。初めて見た。あれ？あそこに続いちゃった。ここは、ちょっと開けてる感じだね。真ん中に置いとこうか。で、またこの先にも続いてるね。あ、またいる。来た。あー、まずい！死ぬ！死ぬ！あ、危なーい！満タンにしとかないと常に。こんな時にゾンビが来た。逃げよう逃げよう。どうしよう。あ、結構石炭もあるから一旦戻りましょうか。あまり深く行っちゃうと、死んでしまっては意味がないので。なんてことを。あ、危ない危ない危ない。はい。そうだね。これ目印になるね。いいね。置いといてよかった。で、はい。行ってないとこがまだ暗い感じですね。で、ここから来ました。あれ？これなんでこっちについてるんだ？ちょっとこうね、目紛らわしいから。はい。上に登るところは、こういう感じで僕はいつも、明るくというか、いっぱいつけてます。はい。地上に戻ってきました。なんか、平和だね。ここは平和だ。野宿してますけど、まあ、全然敵も、いないんで、あ、エンダーマンがいたけど、まあ、大丈夫でしょう。で、
こにくべて、どうしようか。食料があまりないし、とりあえず食料は、まあこんだけか。種、耕すか。あ、とりあえず夜になりました。もうね、寝ます。そうですね、次回から食料をね、どんどん、増やしていきたいと思います。では、マインクラフト、第1話目は、ここまでになります。次回もぜひご覧ください。本日はご視聴ありがとうございました。ではまた。少しでも動画を面白いと思ってくださった方は、チャンネル登録をぜひお願いいたします。チャンネル登録していただけると、僕の新作動画がすぐに見られます。ぜひよろしくお願いします。